皆さんこんにちは。こんにちはなのぜ。ジャンクパワーズの田中優です。この動画もパート9までご紹介することができました。残り、4、5パートというところでしょうか。今回はようやく待ちパートを終えて、迷宮パートに入ります。長かったのぜ。では、早速パーティーを組んで入ってみましょう。それでは、ドン。このように、地下迷宮へと入りました。なお、壁と背景は仮のもので、いずれは変更することを明記しておくのぜ。迷宮のギミックとしては、シークレットドアターンテーブルテレポート、ダークゾーンなどは完備しています。フロアあたり29、20マスと、オリジナルに合わせているのぜ。地下10階まであるので、20×20×10 で、4000マスあります。オートマッピング機能はないので、頭で覚えるか、紙に書くか、この前ご紹介させていただいた、方眼紙マッピングを使うと良いのぜ。では、ちょっと戦いに行ってみましょうか。このドアを開けた先に敵がいるのぜ。いわゆる現実ってやつですね。このゲームには至るところにこういった現実があり、パーティーを待ち伏せしているのぜ。では、入ってみましょう。と、このように敵との戦闘になるのぜ。この敵のグラフィック、どこかで見たような、すると思いますが、作者様に連絡を取り、商用利用を許可していただきました。中の人は絵を描けないので、ものすごく助かったのぜ。少し戦ってみましょう。最初のターンが終わったところです。ゲームバランスをまだ設定していないので、このようにパーティーが反壊するのぜ。どの敵がどういったパーティーを組んで出現するかを、データベースで保管しているので、入力がなかなか進みません。本来なら、もう体験版を出せてもいい時期なのぜ。この、どこにどういった敵が出現するとか、どこがターンテーブルなのかといったことは、すべてスクリプトで制御します。ウニトイで C シャープスクリプトを使い、そのスクリプトから、また C シャープスクリプトを使うということをしているんだぜ。イベントはすべて C シャープスクリプトを使います。もちろん、戦闘に勝利した時の宝箱開封も実装済みです。そんなわけで、残るは細々とした不具合修正と、イベントやクエストの追加をやっていくだけなんだぜ。いつとはお約束できませんが、体験版を出す予定でいます。もし気に入っていただけたら購入していただけると、中の人は大変喜びます。というわけで、今回はこの辺で終わろうかと思います。ちょっと駆け足気味だったが、だいたいこんな感じなのぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうなのぜ。